ってきて、すりつぶして、で、そのすりつぶしたものを薬品でこうちゃんと1個ずつ手順を追って、DNA が取り出せます。でその DNA を研究機関に送ります。そうすると、5日後にメールで送られてくるのがこの TCAG っていう、で今度これを、データベースにミッションがある。これは一緒にだから、だけどその普通だったらみんなで大きい絵をちょっとずつ描くとかっていう風にしてたんだけど、これに関しては大きい動画をみんなで作るっていう。使って、アートコミュニケーターという人たちのプログラムをやっています。でそれは街の中に作品がただあるというだけではなくて、その街の中にある作品と地元の住んでる人たちを